今回はアドラー流気にしないヒントという本をご紹介します。本書はアドラー心理学の視点から日常生活や仕事で起こる悩みや問題に対処する方法を提供しています。著者である岩井氏はアドラー心理学のカウンセリング指導者であり、その豊富な経験と知識をもとに読者に実践的なアドバイスを与えています。本書の中で特に重要な概念は勇気づけという考え方です。アドラー心理学では人々が困難に立ち向かうための活力を与えることを勇気づけとして捉えています。例えば本文中ではオセロゲームの生活という視点から自己管理や人間関係を取り上げ、朝と夜の心の状態を比較しています。このような比喩を通じて読者は自分の生活を客観的に見つめ直し、改善のための一歩を踏み出すきっかけを得ることができます。また人間関係の円滑な構築やコミュニケーションの改善に関する具体的なアドバイスも示されています。例えば目的と目標の違いを理解し、相手との誤解を避けるために意識することや受け止めやすくする工夫についてなど実践的な指針が提供されています。さらに困難な人間関係や問題に対処する際にはポジネガポジのフィードバックの方法や異なるタイプの人々に対する効果的な接し方なども紹介されています。これらのアドバイスは読者が自らの行動やコミュニケーションを改善するための実践的な手法として役立つことが期待されます。このように本書はアドラー心理学の理論を実践に結びつけ、読者が日常生活や仕事で直面する様々な問題に対処するための道具となるでしょう。岩井氏の示すアドバイスは具体的でわかりやすく、誰もが取り組みやすいものばかりです。特に人間関係やコミュニケーションに関する部分は誰もが直面する課題であり、多くの読者にとって役立つことでしょう。本書の価値についてさらに掘り下げると、アドラー心理学が提供する視点やアドバイスが単なる問題解決にとどまらず、個人の成長や自己実現にも深く関わっていることが挙げられます。つまり本書を通じて学んだ知識や技術は読者が自己を理解し、より豊かな人生を築くための基盤となる可能性を秘めています。またアドラー心理学が提示する勇気づけの概念は特に現代社会において重要であると感じます。競争が激しくストレスが多い現代社会では、人々が困難に立ち向かうための活力が求められています。その点で本書が提供するアドバイスは個人だけでなく組織や社会全体にとっても有益であると考えられます。総じてサクッとわかるビジネス教養アドラー心理学は、アドラー心理学の基本原理をわかりやすく解説しつつ、読者が日常生活や仕事で直面する問題に対処するための実践的な方法を提供しています。岩井氏の豊富な知識と経験に裏打ちされたアドバイスは読者にとって有益なものであり、心理学や自己啓発に関心のある方にとって価値のある一冊と言えるでしょう。